ボルダリングは瞬発力と重心移動が重要です。こんにちは、矢谷谷淳です。今回は自宅でできるボルダリングにとって必要な瞬発力ですね。特にこの足の指の瞬発力を使ったトレーニングを紹介していきます。このね、動きがなぜ必要かというと、ホールドに足を置いた状態で 次のホールドに反対の足を乗せていくときに、この足指の瞬発力によって、次のホールドに移動しやすくなります。しかも安定的にですね。その力を鍛えるトレーニングです。どういう動きをするかというと、まず足の裏が全部ついた状態で、片足のかかとをぐーっと上げていきます。上げていきます。 その上げた力をうまく、ま、上げた重心移動ですね。重心移動をうまく利用しながら反対側の膝を持ち上げていく動作です。こういう動作ですね。こっちの今度は足を踏み入れた足のかかとを上げて反対足の膝を持ち上げていきます。 しっかりとタイミングを合わせて、かかとを上げたと同時に膝を持ち上げる。はい、しっかりとですね、これもお腹ですね、体幹にしっかりと力が入っていないと、軸がぶれてタイミングよく上がることができないですし、バランスが崩れてしまいます。 こうなってしまうと実際のボルダリングの場面ではえ踏み外してしまったり、えー、落ちてしまいますからしっか,りしっかりとスムーズに重心移動をするためにもここでもやはりこのバランス能力っていうところをね、えー、テーマにやっていただきたいと思いますまずは回数よりもこのタイミングとバランスしっかりできているかこの動きを確認しながらぜひぜひやってみてください